今回のテーマはダイエット中に必ず訪れる停滞期を抜け出す効果的な方法とはです。李先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、これやっぱり誰もが経験すると思うんですよ。はい。ダイエットこう、最初始めた頃は、すんごくこう、どんどん退場していって、すごいハッピーな気持ちになりながら、楽じゃんみたいな思うんですけど、そうですよね。でも、やっぱ慣れるとですよね。はい。あれ、落ちないぞと。なるほど。それいわゆる停滞期っていうんですよね。そうですね、停滞期ありますね。これって、はい。どうですかね、こう効果的に抜け出す方法とか、あの、予防とか改善ってありますか？あります。ありますか？ありますね。どうすればいいんですか、そういう時って。まあ、いわゆる、もしかしたら、この動画を見てる方もご存知かもしれませんが、はい、あの、チートデーっていうものがあるんですね。チートデー。まあ、騙す日ってことですか？そうです。あ、よく質問された。そうです。騙す日なんですけども、まあ、何を騙すかっていうと、体、まあ、脳を騙してあげるんですね。へぇー。例えば、もう私たちの体っていうのはすごく恒常性が強いんですよ。もういわゆる、慣れてしまうんですよね。だから前よりこのぐらいカロリーも減らして、まあ、あの食事量をキープしていたのに、はい、なんかこう、あれ、気づいてみればお腹も減らないな、慣れちゃったなっていう状態になってしまうんですよ。っていうのは、もう人間の体がその食事の生活形態になれるために、自分の消費するエネルギー量を調整しちゃうんですね。なので、まあ、今まで落ちていた食事でも、はい、あの落ちなくなってしまうと。へえ。そこまでいったら効果的なのが、そのチートデイなんですよ。ああ、なるほど。私もですね、ちょうど先日行ったんですけども、はい、その時はですね、大体1回の食事ですね、1日ではなくて1回の食事で、はい、3000キロカロリーぐらい取りました。3000キロカロリーですか？そうですね。すごい量じゃないですか、これは。本当に急遽ですね、決めたんで、はい、1回で食べなくちゃいけなくて、すごく大変だったんですけども。ああ、逆に大変ですよね。そうですね。まあ、食べたものって言ったら、私はですよ、はい、私は、例えばその時はもうピザ、パスタ、チョコレート、アイス、ポテト、チキン、ジャンキーじゃないですか、ポテトチップスみたいな。ダイエッターがそんな食べていいんですね。これがですね、不思議に思うかもしれませんが、はい、翌日体重はやっぱり食べた量として1キロぐらい増えてたんですけども、ずっと停滞してたんですよ、3週間ぐらい。はい、で時にはもはや増えてしまう日もあったんですね。なのに、はい、もうその、まあ、次の日は1キロ増えて、そこからどんどん落ち始めて、もう停滞期に抜け出しました。すごいっすね。そうですね。で、違いといったら、はい、もうお腹が減る。今まで減らなかったんですよ。はいはい、はい。慣れちゃって、はい。あとは便秘が解消される。素晴らしい。やっぱこれ、すごく重要なんですね。代謝がいいときって、やっぱり、はい、あの便秘でない時が代謝がいいんですよね。もちろん汗もかきやすく体温も高くなる、はい、なので寝汗がすごい出るようになりましたね。これもずっと止まっていて逆に体冷えてたんですけども、そういった後天反応も出るんですよね。そういう反応分かりやすいですよね。あ、手で抜け出したんだみたいな。抜け出しましたね。おかげさまでちょっとお腹減って大変なんですけど、でもこう燃やそう燃やそうっていう。そうです、そうです。なってきたんですね、また。ただここでも注意点があって、はい、やっぱりこの体質によってチートデイの持ち方って変えなくちゃいけないんですね。私みたいな太りやすい人間は、はい、例えば週1回にチートデイなんてしてしまったらどんどん体重増えちゃうんですよ。でも太りづらい方なんていますよね。あ、います、います。うん、そういった方なんかは逆に週1回ぐらい設けても結構体重が落ちやすい傾向にあったりするんですよ。おお、頻度でコントロールしたりして。そうですね。うん、あと私がおすすめなのは、はい、やっぱ頻度を決めないということですね。あ、むしろ決めないんですね。そうですね。決めてしまうと必ず食べなくちゃいけないっていうふうになっちゃうじゃないですか。なんか縛ルールで縛るっていう感じ。そうです、そうです。嫌ですね。うん。それに楽なんですよね。それ決めちゃうと。楽？楽っていうのは確かに、はい、週1回食べて落ちる人もいます。はいはい。ただ、例えば、もう体重が全く変化なくて、逆に増えてるのに、うん、週1回だからって食べてしまったら体重増えちゃうじゃないですか。ああ、そうですね。だから、あくまでも、本当に体重が停滞した時に、はい、それをうまく使ってあげるっていう、まあ、手法が大事なんじゃないかなっていう。ああ、そっか。うん、タイミングが大事ですね。一概にこの日はじゃあ必ずチートデイをやる、これはじゃあいけないってことですね。そうですね。やっていい人とやっていけない人がいるので、はい、まあ、そこでね、もしかしたら太りやすい人なんかは、はい、すごく、なんであいつはもう週1回食べて痩せるのにと思うかもしれないんですけど、
それはもう自分がもっと体質の違いなので、そうですね、そうですね、そこで決めつけないで、うん、ちゃんと目標に合わせて自分の体をコントロールしてあげることが重要なんじゃないかなと、はい、あ自分の体をあれですよね、やっぱりまず知ることも大事ってことですね。そうですね、本当に自分と向き合うことがとてもボディメイクでは重要だと思いますね。あー、なるほど、うん、あーでも今回良かったですね、停滞期を目指す方法が明確にちょっと分かったんで。そうですね、早速これ実践できそうですよね。そうですね、ただあくまでもちゃんと停滞してるときにやってくださいっていうことです。なるほど、メリハリつけながら、ね、はい、分かりました。李先生、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。このチャンネルではダイエット情報や、ロジカルで効果的な筋トレ法、美容に役立つ栄養やマッサージ情報なんかも続々と公開していきたいと思います。なかなかですね、一般の方が知ることができない、暴露情報なんかも公開していきたいと思いますので、気になる方はですね、ぜひこちらのチャンネル登録ボタンを設置しました。こちらになります。真ん中にドーンとありますね。こちらで、すぐチャンネル登録をお願いいたします。またその他の情報ですね、動画では配信できない情報なんかは、メルマガにご登録いただいたあなたにはしっかりとお届けしたいと思います。メルマガ登録はその概要欄に準備しております。こちらですね、今後もより良い情報を公開していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。